はい、皆さん、こんばんは。今から自己紹介させていただきます。私はモハマド・アミロです。アミロと呼んでください。私はユニバフ学生です。私は男です。私はダクシンです。はい、ダクシン。私は学生番号は18103170606。私は電話番号は0179962889322。私は誕生日は9月21日です。私は22歳です。はい、22歳。私はプログラムは工学です。はい、工学。はい、私は好きな日本語言葉は、1、飲み物、意味は、beverages。Next one, 次は、自転車、意味は、bicycle です。次は、サイン。黒いです。意味は、ブラックです。はい。次は、本です。意味は、ブックです。ブック好きです。次は、猫です。意味は、キャットです。はい、どうぞよろしくお願いします。選んだ10個のカタカナ言葉は、はい、1、コンピューター。意味は、コンピューターです。次は、キーボードです。意味はキーボードです。次は3。マウス。意味はマウス。意味はマウスです。4。ヘッドホンです。意味はヘッドフォンです。次は Go。はい、Go。スピーカー。意味はスピーカーです。次は6。アダプター。意味はアダプターです。次は7。コネクタ。意味はコネクタです。はい。よし。8。ケブル。意味はケーブルス。9、意味は、はい、スイッチ、意味は、スイッチ。はい、次は、インターネット、意味は、インターネットです。はい。以上です。ありがとうございます。